オレンスマジャはイスラエルのファキム出身の柔道選手。現役時代は7 1ラム級と7 8ラム級の選手。得意技は変形の袖釣り込み腰である丸山スペシャル。イスラエルにおける柔道普及のきっかけを作った父親の影響により柔道を始めた。1990年の世界ジュニア7 1ラム級では決勝で ソ連のウラジーミル・ジェボアーゼに敗れるが2位となった。1992年バルセロナオリンピックでは、準々決勝で韓国のテイ・イサオに、小打ち狩りで敗れるが、3位決定戦で、ドイツのステファン・ドットを大打ち返しで破って、前日にイスラエル選手として、全競技を通して、初めてのオリンピックメダリストとなったヤエル・アラドに、続いて、また、男子としては、初のメダルとなる。 銅メダルを獲得することになった。1993年に階級を 78kg 級に上げると、1995年の世界選手権では決勝で小賀俊彦に一本背負い投げで敗れるが2位となった。1996年アトランタオリンピックでは2回戦で敗れた。現在はイスラエル柔道男子チームのコーチをしている。 七十一キログラム級での戦績、七十八キログラム級での戦績。ありがとうございます。